所長、ご提出の顛末書できました。遅い、どれだけ時間かけてんだお前。顛末書作ってる時もさ、給料発生してんの自覚してるか。はい。じゃあなんでこんなに時間かけてんの。自覚してねえからちんたらやってんだろ。そんなことないです。あるだろ、お金もらって仕事してる自覚ねえからくだらねえミスすんだろ。お前のミスの尻拭いは誰がやってると思ってんだ。所長です。違う、ここの従業員だろ。お前が適当な仕事してたらな、そのしわ寄せが周りに降りかかってくんの。お前は一人で仕事してるわけじゃねえんだ。この営業所の看板背負ってんだぞ。それ理解してるか。はい。理解してるわけないよね。だって散々同じこと説教してこのざまだしさ。高橋くんは学習しないもんね。高橋くんってさ、お猿さんなのかな。ああ、悪い、間違ったわ。お猿さんは反省するもんね。お猿さんでも反省すんのに、反省しない高橋くんは何なんでしょうね。所長の説教マジだるいわ。貴重な俺様の時間を奪いやがって。マージでやってらんねえ。今日もとっとと泥酔終わらせっか。なんだ。ざけんなよ。罰金1万2000ってなんだよ。俺の貴重な金が取り口のボーナスになっちまったじゃねえか。ざけんなよ。これもクソ所長がなっけえ説教かましやがったせいだ。なんだよ大変な時に。はい高橋。お疲れ様。うさぎちゃん、デートの誘いかな、なんつって。高橋キモいって。ごめんごめん冗談だって。ところで今日一緒にご飯食べに行かない。行かない。うさぎちゃん照れちゃってんのかな。暇なの高橋。所長にこってり絞られたのに余裕だね。あんなの余裕、いちいち気にしてたら俺会社いられねえって。高橋はちょっと気にした方がいいと思う。心配してくれるの、うさぎちゃん優しい。無駄話した。今から推薦番号伝えるから泥酔解除行って。何番。2004597。上島五郎その人。じゃあ1時間以内に解除よろしく。それじゃあ適当に仕事しますかね。声かけすんの面倒だな。まあどうせいねえしいいか。泥酔時指針が656.648で、泥酔解除時指針ワット658.333。おいおいおい、泥酔してからめっちゃ回ってんじゃん。昨日止めてから二流目くらい出てるって。二流目とか1、2時間で回る水量じゃねえし、こいつ絶対昨日から自分で勝手に開けて使ってただろ。マジでクソみたいな滞納者だな。やっぱバルブ全開じゃねえか。めんどくせえけど無視できねえなこれ。おたくさん誰や。新興宗教か。宗教の勧誘じゃないっすよ。水道ですよ水道。はい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 、トイレ止めたやつね。おかげさまで昨日うんこ流せんでびっくらこいたわ。五郎さんです。五郎だね。勝手に水道開けて使ってたでしょ。だって水止まって困っちゃったんだもん。それにお金ならさっき払ったから問題ないっしょ。そうじゃないっすよ。そこにある水道メーターの元栓、そっちで勝手に開けたらダメなんすよ。そうなんか。僕の友人の清に相談したらな、ボックス開けて自分で開けたらええでって言うてたけど。五郎さんの場合はダメですって。お金払ってないペナルティーで水道止めたんすから。お金なら払ったよ。それはさっきでしょ。五郎さん昨日止めた後すぐ自分で開けて使ったでしょ。だって水使えなくて困ったから仕方ないじゃん。だったら昨日お金払いに来てくださいよ。お金ちゃんと払ったらこっちでペナルティー解除しに行くってのが流れなんすから。そんな決まり知らんかった。決まりってかちょっと考えたらわかるでしょ。日本語難しいね。いやいや、日本語めっちゃ堪能ですやんか。そういや金下ろさんと罰金払う金ねえな。払いたくねえけどそこの ATM で金下ろすか。1万2000円だったらうめえもん食えんのによ。マジでアホくさ。仕事終わってから下ろしてたら手数料高えからな。銀行からも搾取されてたまるかっての。給料少ねえのにマジでやってらんねえわ。働いたら所得税に住民税、買い物したら消費税、タバコ吸ったらタバコ税、酒飲んだら酒税、税とはつかない強制徴収の保険料に年金、テレビ置いたら受信料とかいう罰金、スピード違反したらこれまた罰金、生活保護受給した時だけ賞金って、この国では真面目に働くなってことか。まあ俺は真面目に働いてないんだけどね。とりあえず2万引いときゃええやろ。これポリコーに持ってかれるんか。なんかうまいもん食わんとやってらんねえ。この近くのたこ焼き食ってくか。やっぱたこ焼きは最高だな。それじゃあお仕事再開といきますか。ん？バイクになんか貼ってあんぞ。
とうございました。コメントとかしてくれると嬉しいです。